お願いします。本日文部科学大臣を拝命をいたしました高木義明です。今後もいろいろお世話になりますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。言うまでもなく、私が担当する教育科学技術はこれからの未来を担う人を育て、そして我が国の持続的発展を支え、世界に貢献する知恵を生み出すものであります。またスポーツや文化は人々に喜びや感動を与え、また安らぎと活力を与えるものとして、人間形成のためには極めて欠かせないことであります。そういう中で私に課せられた使命は、この国の教育のさらなる発展と、また科学技術の振興のために尽くすことだと考えております。また新成長戦略、強い経済にも示されておりますように、その根底はやはり人材の育成であり、人への投資、そしてまた同時に成長のプラットフォームとなるべく科学技術の底上げ、さらなる充実、これに私は果たすべき役割は重要なものがあろうと認識をいたしております。これからも川端前大臣の方針を踏まえ、そして民主党のマニフェストもきっちり考慮しながら、私に与えられた責務を果たそうと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。また菅総理からは特に指示がありました。一つは新卒者の雇用の支援でございます。就職が決まらない卒業者が約7万5000人いるという深刻な問題と私は認識をいたしております。8月末には、特命チームが緊急対策を取りまとめております。厚生労働大臣と連携を取って、今後キャリアカウンセラーの増員をはじめ、学生の就業力の向上や、あるいはまた企業におっては卒業後3年間の新卒扱いなど、関係省庁と連携をして取り組みたいと思っております。また投資的経費の一括交付金の創設もございました。現行の補助金、交付金について、地方の自由裁量に馴染むかどうか、これを慎重に精査しつつ、地方と国の協議の場も活用しながら検討をしてまいりたいと思っております。また高校無償化との着実な実施、大学奨励金の大幅な拡充についても指示がございました。また教員の質の向上、数の充実についてもできるだけ頑張るようにも言われております。また幼保一体化など、子ども子育てシステム、新しいシステムを作る、これについても可能なものから早期に取り組んでまいりたいと思います。また大学や研究機関の教育力、研究力の向上につきましても、私は日本の持てる力、トップレベルの教育力、研究力を実現するように、少なくとも研究開発投資を拡充して、言われておりますように、GDP の 4% 以上の確保に向けて、最大限の取り組みを進めたいと、このように思っております。私の方からは以上でございます。はい。文部科学省の来年度予算の概算要求に関しては、教員給与の一部特別枠入りなど、非常に意欲的な内容が盛り込まれておりますが、その財源不足により、今後の予算設定の説明を図られますが、どのような指示を求めますでしょうか。
厳しい、組み替え基準によって、これマニフェスト、あるいは新成長戦略に盛り込まれております国民の未来、夢をつなぐ施策、これは積極的に要求をしておると、私は承知をいたしております。今後、国民に分かりやすく訴えながら、必要な予算の確保について、全力で取り組んでまいりたいと思います。あと1問でお願いします。他の方お願いします。すみません。いわゆる教育施設の拡充、校舎の耐震化など、そのようなものだと思っております。はい、それではこれをもちまして、高木大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。どうもよろしく。